かそのテクノロジーとかの話になってきたのは実は割と最近、テクノロジーがってすごい言われるようになる前の段階の、まあ、今よりはアナログな Perfume が伝えてきた良さみたいな。やっぱ最初はその崖っぷちっていうワードだったり、その今も言われてるけど MC とライブパフォーマンスのギャップは、なんか今よりもすごい強く歌われていた気がする。奇跡を積み重ねてるっていうのがあったね。今だとね、やっぱり Perfume がすごすぎるから、こうドコモとタイアップしても、なんか海外ツアーしても、タリーズの CM やっても、なんかやっぱすごい芸能人だから、ある意味当たり前感があるというか、その芸能人が歩むべき流れに乗っているだけみたいに旗から見たら見えるってところがあるんだけれども、やっぱそこにたどり着くまでにはものすごくいろんな奇跡があった。アナログなPerfumeが今の魅力かも。あー、なるほど、逆にか。そのやっぱりあれだよ、機械となんか 100% テクノロジーにしないみたいなところだよね。そのテクノロジーをものすごく駆使しているんだけれども、その中にあるその人間がやっているっていうところが、こう一番見せたいところっていうところっていう意味では、確かに今の方がアナログを強く出しているっていう側面もあるな。でもね、私個人的に一番いい時期だったのは、私紅白歌合戦をすごい大事にしてるんですけど、やっぱりその、まあ、Perfumeの側も言ってると思うんですけど、その1年の集大成みたいな、その、まあ、1年 Perfumeはこういう活動してきましたよっていうのを発表するというか、それをもうまとめてドンって出すのが紅白歌合戦のステージだみたいなのを言っているから、今年はどうだったかっていうのの答え合わせみたいな感じになるので、私が一番好きだった紅白は2013年のマジックオブラブなんですよ。13年の年末だったか13年になる時だったか忘れたけど、その時はそのプロジェクションマッピングを前面に出してきた年で、あの時のテクノロジーと人間の融合の割合が一番好きだったんですよね。なんかこう説明しなくても視覚だけで凄さがわかる。でなんかこう近代になるにつれて説明がいるようになってきちゃった気がして、このテクノロジーはこうこうこうでこういう理由でこうだからすごいんだよっていうのを文章とか言葉で言ってあげないと何がすごいのかわからないみたいな。パッと見すごいのはわかるけど、なんだこれってなっちゃう、なんだこれが先行しちゃうみたいなのが、なんかピックミーアップ、紅白で言うとピックミーアップぐらいから出てきて気がして、その VR、 なんか生放送なんだけど、こうすごい会場をすごい引いてと、なんかこうぐるぐる回ったりして、なんかその CG とリアルの融合みたいなのはなんかめっちゃすごいんだけど、どうなってるみたいなのがちょっとこう現実世界にありえなすぎてわからない。でその後からそのライゾマティクスっていうそのチームがこういう技術を使って、特番とかあるじゃん最近よく NHK とかで、だからそうやって言われないとわからないとか、そのクリンクリンの時はそのドローン、そうドローン、でもドローンがその業界とかではこうすごいこと、なんかそのドローンがさ、複数のドローンがそのコンピューターでこうなんだ最初からこう打ち込まれてて、その通りに動くっていうのが、そのなんか凡人にはわからないんですよ、その凄さが。なんかそのコンピューター関係の人からすると、なんかドローンをそんな風に制御して、あんな風になんか光とかもそのプログラムしたように動いてマジすげえってなるかもしれないけど、なんか一般人ってその科学がこう日々進化していることってなんとなくわかるじゃん。でそれが具体的にどのようにすごいのか。で、クリンクリンの紅白の時って、あんまりそのビジュアル的な凄さはなかった気がするんですよ。まあ確かにドローンはすごかったかもしれないけど、みたいな。
で最後にこう最後にあーちゃんとかが持つまで本当に分かんなかったし、それがドローンであったことを、なんかある意味そのさ、なんだろう、 CG ですとか、そのただ単なる演出ですって言われても、あ、そうですかってなるような見栄え、後から言われて、あれはすごかったんだって分かるみたいなとか、あ、でもまああれはフラッシュの時はすごかったなって思ったけれどもとか、なんかその東京ガールの時とかのそのやっぱ現実世界と CG をこう一緒にしてるやつとか、何が分かりづらって思ったかな。だからだんだんね、このなんか直感で分からなくなってきてるというか、あ、これすげえって、これなんか凡人が理解できる範囲の中のすごいっていう地点を超えちゃってるんだよな。だからちょっと、いや、もうちょっと抑え気味でいいんじゃないかなっていうのが最近の意見。プロフェッショナル見て、美希子先生がこう言ってたのは、Perfumeはその自分たちの凄さをあたかも凄くないかのように見せるのが長けてるみたいなことを言ってたんですけど、なんかもうちょっとなんかね、凄そうにやっぱ見えないすぎる気がする。なんかそのあれかな、 5G の時かもしれないけど、そのニューヨーク、ロンドン、東京の3つの都市で、そのやっぱ同時に踊って、時差があってもその3人がシンクロして見えるようなダンス、それぐらいその本当にあの通信にラグがないみたいなところが言いたかったと思うんですけど、なんかそもそもその3都市で同時にライブ、同時に生中継した時にどれぐらいのズレが生じるかっていうことを我々は知らないんですよね、そもそも。なんかわかるよ、その同時にはならないだろうなっていうことぐらいはわかる、なんかずれるんだろうなっていうことぐらいはわかるけど、どれぐらいずれてて、それが一致することがどれぐらいすごいのかっていうのが、もうスケールがでかすぎてわからないんですよ。なんかピンとこない、わかるんだけどピンとこないみたいな。だからそので3人がやっぱりその1人で踊ってるんだけど3人で踊ってるみたいな感覚に慣れてるっていうのも、その3人がその今まで経験を積んでやっぱ3人だからこそできているっていうことも分かるんだけど、いまいち伝わんないんだよねみたいな。なんかすごいのは分かるんだけど、すごいんだよって言われて、あ、すごいんだ、そうだよねってなるみたいな、後から理解する、こういう技術、あ、そういう技術か、じゃあ同時に流れてるのってすごいことだね、分からんけどみたいな。で、まあ、Perfume本人も分からんみたいな感じで言ってたけど、なんかそういう説明がいるのがね、最近のいいのか悪いのか。でもそのやっぱ業界からするとすごいんだろうなっていう、通信業界、渋谷とその横割りをつなげたとか、業界ではすごいんだろうな。いやでも我々に、なんか一般人にはちょっとなんかそれぐらいできそうな世の中にも見えるし、逆に言えば、へえ、渋谷とつながってるんだ、すごいなとも思うし、なんかでも体感としては弱いなという感じ。いやでも本当に実際はものすごいことなんだろうなとは思う。でそういう難しいな、この受け手の感覚を大事にしたいと思うな。なんかやっぱり私もその消しゴムハンコをやったり、イラスト描いたりしたり、こう、まあ、YouTube やったり、ラジオで喋ったりっていう、この発信をするときにやっぱどういう風に受け取られてるかっていうのは
発信してる側って本当にさっぱりわからないんだなってことが分かったんですよ。これをみんなどう見てるのか、どこまで理解してくれたのかとか、どう感じたのかっていうのが全然分かんなくて、だからその言葉がでもらえるとすごいありがたいんですけど、嬉しいし、だからきっとパフュームのチームはものすごく客観的に見てるすごくと思うんですよ、物事を。凡人に分かるっていい表現、説明しなくて分かるの大事だよね、そこの絶妙なそのライン、でもそこって絶対その発信してる側がそこを意図的に突こうと思うのは多分すごい難しいことだと思うなと思うんですよね。なんかその新しいこともさ打ち出していきたい、なんか多分今日の PTTV の言い回しにからすると、やっぱりその世界が新しい試みをたくさんしたくて、でその新しい試みをする、で誰にそれを表現してもらおうっていう時に Perfume が選ばれるっていう順番になってるんだなと思って、なんか Perfume が自発的に3人がっていうか、まあ、チームがなんかこういうパフォーマンスをしたいしましょうっていう順番じゃなくて、こういう技術がありますからそれを Perfume のライブで組み込んでいただけないでしょうかっていう順番なんだろうなって思ったんですよ今日。ってなるとズレは生じるわなと思って、その見せたい、こういう風に伝えたいっていうのと、この依頼に応えなきゃいけないみたいなやつの狭間にいそう。だからそのやっぱ世界ってすごい先に行ってるから、その本当に技術がだからその先に行き過ぎているものをやっぱり理解できないんだろうなって思う人は。だからなんかそのなんて言うんだろうな、身近なところで言うとその iPhone が起こした革命みたいなのも分かんないじゃん実際。なんかスティーブ・ジョブズすげえなとか、確かにそのだから電話の中にコンピューター詰めたのすげえみたいな、でこれでタッチでこんなサクサク操作できるのなんかすげえっていうのは分かるけど、それがいかにこう革命的だったかっていうところを事細かには人って理解できてないと思うんですよ。でそのなんか Perfume ってジョブズ側にいるというか、もう具体的にどうすごいかっていうところまで分かってるけど、うちらは実は全然それ分かってない、なんとなくすごいって思ってるだけみたいな。ちょっとその電子マネーとかもそうだと思うんですけど、現金じゃないっていうのをなんかこうポイント T ポイントとかでなんとなくそのポイントがそのお金1ポイント1円とかで使えるみたいな概念でなんとなくその理解して、うわこんなに楽に決済できるすごいなっていうぐらいの解釈だけど、実はスイカとかもものすごいじゃないですか多分。あんなに大量のピッっていう処理をあんな高速で全日本中でできるっていうのは多分すごいみたいな、すごすぎるみたいなことがこう言われてるんだけど、うちらは単にその切符を買うっていうのが単純にチャージに変わってピッてやれてすごい楽でいいよねっていうぐらいの解釈しかできないんですよ。なんか意外とそのシンプルかつその大胆な動きしか我々ってキャッチできないから、切符がピに変わったすごいみたいな、だからその細かな凄さっていうのが厳密には伝わりにくいから、もうちょっとなんかやるならダイナミックにやってほしいなみたいな。すでにダイナミックなのかもしれない。なんかダイナミックにもうこっからここっていう振り幅がないとすげーって思わないみたいな。で Perfume を見すぎてるとすげーっていうその感度が麻痺してくるんだよ多分。だからなんか見すぎるのも良くないのかなみたいな、なんかわかんないけど難しいな。なんか私もなんかやっぱ純粋な受け手でいたいから、なんかどう感じたっていうのやっぱ大事にしたい。なんかこの言語化できないけどうやむやになってるところを、まあ、こういう風にカメラを前にすると喋るしかないから、なんとか言語化して
今なんかこう喋ってるみたいな感じになってるんですけど、今これねとか YouTube もそうなんですけど、だからなんか普段こうぼんやり考えてることが、まあ、言語化できるっていうのはすごいいいな今これに関してっていうのと、今1時間40分ぐらいやっていて喋り続けていて疲れてきたのでやめますそろそろ終わります。目指せ、有名なパフューム YouTuber、 はい、ゆるいねというところで、マイペースではありますが、小島は、元気に生きてますので、YouTube のアップをね、ぜひあののんびり待っててもらえたら幸いですといつも言ってる気がする。おやすみなさい。楽しかった、ありがとうございます。というわけで皆さん、今後ともよろしくお願いします。 YouTube チャンネルよろしくね。なんとか頑張ります広めていきたいです。ありがとうございました。コメントありがとうございました。ではおやすみなさい。